死ぬ覚悟は整ったな。来いよ、俺が憎いんだろう、殺してんだろ、ダンスやっから遠慮なくいろんな策を使って殺しに来いよ。よりにぶっているのも今のうちだぞ、つくよみー。速度に乗せてその勢いで攻撃を仕掛けたいってところは全然変わんねえな。あまりにもお前の攻撃に脅威を感じなさすぎて能力使うことすら忘れてたわ。どうした、もう40入ったおっさんの蹴り一つまともに受け止められねえのか。ああ、にしても情報通り怪我しねえんだな。愉快な体になったじゃねえか。副業でも始めたらどうだ。いられやってるんだけどな、転職だと思うぜ。初めてだかいお方だが、まずった、これだけの馬力、使いこなすことの技を持っていない、全部本来の俺の技しかない。消費オーラ量を増やせば威力が上がる能力もあるが、そもそも服読みには意味をなさない。お前、半端者だな、中途半端にいい子ちゃんだから悪を全然理解してねえわ。なんでさっきから負傷者を狙わねえ、俺ならさっさとこいつ殺すけどな、使えるなら脅しにも使うし。ほら、来いよ、お前弱いからこいつを足元に置いて戦ってやるよ、サービス精神旺盛だろ。横暴な、それでなんでお前が正義なんだ、何が正義なんだ。お前ら、正義を過剰評価しすぎなんだよ。正義なんてものはそんなかっこいいものじゃねえよ。全員が納得できることをすれば正義か、それが納得できない奴は悪か、正解だ。つまりこの世界の真実は正義も悪も突き詰めていけば存在しねえ。正義なんて誰かの主観の問題、それが神、自然、人間、動物、植物、すべて含めたとき、正解の形なんて存在しねえよ。何せ全員が全員望むことが違うんだからな。つまり、正義というのは力あるものの完成が反映されたものであり、私欲の権威、欲深い奴が自分の欲を果たすために御託並べて行っている制裁なんだよ。言ってやるよ、お前の正義は正しいか正しくない、お前の考えが少数派なら多数を黙らせたら勝ちだ、俺なんかに許可取らなくたってお前の正義は成立するんだよ。お前に案があるなら俺は喜んで譲ってやるよ、しょうもない弱者救済正義を掲げるのは俺の性に合わないしな。こら、どうした、俺はお前に譲るって言ってんだ、もうお前が俺を憎み殺す必要性ねえだろ、わかったなら黙って選挙カーにでも乗って選挙活動でもしてろよ。バカに、するなよ。不満か、せっかく目の上のタンコブである俺がお前を肯定してやったんだぜ、何をそんなに怒る。お前の無責任な正義が、天の絵隊長を死に追いやったんだろう、それで一体何人の隊員が死んだと思ってる。知るか、自分たちの落ち度を俺のせいにすんな。さっき言ったろ、世の中何を言おうが負けた奴が悪い、野生動物の群れに入って同じこと言えんのか。大体読めたわ、お前放火のことが好きだったのに死んじまったから許せねえんだろ、女知らねえこじらせ野郎はこれだから面倒なんだよな。黙れよ。つくよみ、これ以上挑発するな、何をしでかすかわからないぞ。だからだろ、あいつは手の内がバレてる上に弱い、打開も全然使いこなせていない、なら期待するだろう。打点解放、情報だけでこれを実際に見た奴はいない、その前に殺したからな、それに発動させるにはリスクが高すぎた。あいつを打点解放させるまで追い込む、どうせ怪我しねえし、手の内全部出てる、ここで情報を得る、あのクソ悪心境攻略の糧にする。何時間でも付き合ってやるよ、お前が出し切った時すぐに天の絵のところに連れて行ってやるよ、どうせ二人とも地獄だからな。さてと、パト君も出発したし、私もそろそろ出発しようかしらね。疲れた、キリがないわね、次から次へと。レイカ姉さんお疲れ様。一日眠らずにぶっ通しはさすがに答えるわ、ちょっと寝るから後は任せたわ。オッケーオッケー、あとは私に任せてちょうだいな。ほうか、絶対にバレたらダメよ、どこに行くつもりか知らないけど。まあそうね、どこもかしこも防衛軍の連中しかいないからね、姿を隠していてもさすがに戦い方でバレそうだし。面倒だけど、私ぐらいの実力者はさっさとメイン叩いて解決に貢献した方がいいわよね。と言ってもパト君が虚構迷宮に向かってるし、もう解決するのも時間の問題かな。あそこはもうすでに世界最高戦力の巣窟になってるだろうし。でも相手側に君主がいるんでしょ、相手の戦力は計り知れないわよ。そこなんだよな、悪視系はなかなかだけど、中身が副隊長クラス、まだシルロッテの方がバカ強かったイメージ。まあ、一番戦力が欲しいエリアなのは確実だからね、ちょっと準備してから行くとしますかね。来たのね、思ったより遅かったけど。あなたのお母さんに言ってよ、入れ替わりでって言ってたのに朝8時まで頑張っちゃうんだから。状況は今は9時、パトとミエルちゃんが虚構迷宮に入って約1時間以上、そしてそれでね、主様すごく強くなってたんだよ、ファルドラっていう人も全然でね。主様ですからね、当然です。虚構迷宮内部から出てきた人は迷宮内部の情報を失うって効果があったんだけど、ミエルちゃんが出てきても情報を全部覚えてるから本当に倒したんでしょうね。
もう一人入っていたミミちゃんの記憶と状態を見合わせてもう嘘偽りはなさそうだし、フェイクの記憶を植え付けられているって線もなさそう。なるほど、つまり、ハルドラ撃破まではできたけど、まだ虚構迷宮は解けていない。つまりまだ君主と戦っていると、誰が戦っているのかしら。福読さん、ロイドさん、メリアちゃん、この3人ね。聞くとパトとハルドラが対峙していたらしいから、コトカちゃんもその戦場にいる可能性が高いとは聞いているわ。最強勢揃いじゃない？それで数時間も何やってんよ。悪視圏対策にそこまで手間取るのかしら。これはまだ内密なんだけど、君主の正体が判明したらしいわ。誰？私は面を拝めなかったからね。ラディウス。らしいわ。そう？やっぱりか。放火さん、もし行くなら直属の部下を殺すことになる。大丈夫。何がどうあれ、真面目だった彼が闇に落ちた。それは少なからず私の責任。現実から逃げたりはしないわ。バカね、何を思い悩んで悪心境に入ったかは知らないけど、少なくとも私とは敵になるってわからなかったのかしら。いや、だから黙ってたのかしらね、バカな子。いや、私も正義の価値観が固まっていたからは愛子か。いい加減にしろつくよみ、何時間戦うつもりだ。お前が疲弊してあいつが全力を出した時、状況が悪くなるのはこっちだぞ。普通に考えたらそうだな。俺もいい加減あの悪視圏について理解と対策ができた。殺そうと思えば一瞬だ。タイム的、攻撃と判断力鈍ってんぞ。俺よりも若いくせに情けねえ。体力ねえと無敵も宝の持ち腐れだな。ああ。福読み発砲。最初の方から全然動かない。それに対して俺は常に動きっぱなし。数時間も戦っていたら体力もなくなるわ。あからさまに手を抜いている。俺に同情してくれてるのか？違う。何が目的だ？単純に俺を殺せないだけか。なるほど。だから体力消耗に追い込んでしまおうと。お前もその余裕、ぶっ壊してやる。くっそ。ああ言って、何万発も殴ればさすがの俺の拳も傷んできたな。やるなお前、サンドバッグもまさかこんな攻撃手段があるとは思わなかったわ。正直舐めてたわ。こいつも意地だな。絶対に負傷しているロイドを狙わねえ。もっと奥に行けばコトカや女もいる。そんな素人の気配もあるくせに俺しか狙ってこねえ。ポリシーはまずねえってわけか。そういうところは俺も評価していた。評価していただけに見ていて気持ちのいいもんじゃねえわ。つまらない奴だな。失望させないでくれよ、ラディウス。いいぜ、その言葉、後悔させてやるよ。悪視圏、感情掌握。そういうのでいいんだよ。ほら、せこい真似してかかってこいよ。クールじゃねえな、調子に乗って能力解除しているからダメージを受けるんだ。あんな奴の精神攻撃にやられんなよ、情けない。そうそう、これでいいんだよ、悪はこうでないと。作動したい、次の作動。いて、次どうする？傷ついているとはいえ、たった一撃でロイド。お前は、躊躇はないのか？当たんないだろ、その場で足手まといになる奴なんて死んだ方がマシだろ。男に逃げんな、もっと狙いやすい奴がいいだろ。正義を証明したいならどんなものでも利用しろよ。ああ、あからさまな人道だ。そんなことしてこいつに何のメリットがあるんだ。クソ成績野郎、悪視圏感情掌握。さっきからあの人こっちに敵が向くように誘導してますよね。ちょっともう少し時間かかるわよ。ここから脱出するための魔石生成。何これ、やっぱり能力でシールド。ちょっとは疑え、バカ。光は常にまとっていたのに。少しは危機感持ったか。もうお前の自慢の防御もこうやって突破できんだけど、どうする？そ、やけに動かないくせに、もう俺の攻略法を。はぁ？足に力が。おいおい、もう踏ん張る足もねえか。お前も天の絵もそうだが、無計画はどうかと思うわ。最初こそはいいが、後半になるにつれ、その負担が大きいパフォーマンスに体がついていけなくなる。速度自慢や近接自慢はそこに落とし入れたら楽なもんだ。このままだと何もなせずに死ぬぞ。このまま死ぬか、何がしたかったんだ。ハントモノ、死ぬ覚悟もない奴が世界を変えるとか大層なこと言えるな、ガチか。先輩よ、高度を上げてしまえばお前の策なんて無意味なんだよ、とか。まだ、打点解放じゃねえな。だがすげえ行動、眩しすぎるだろ。俺の波動で作り出した何もかくねえな。眩しいですね。まだ戦ってたんですか。物好きですね。打点解放狙ってんだ。殺すなよ。私は戦いませんよ。ご主人からはコトカちゃんを守れとしか言われてないので。どうしてもっていうならご主人に言ってください。相手を間違えているぞ強人。無駄に消失する暇があるならさっさと戦え。太陽の顔ですか。高度が上がれば上がるほどその強度は上がります。これ以上高度が上がるとあなたでも危ういと思いますよ。
世界最強をバカにすんな。俺も全然本気出してねえよ。そう、まあ時間をかけてくれるなら助けますよ。ホトカちゃんの力を使えばこれぐらい容易です。楽勝だって言ってんだろ。あいつは確実に打点解放に向かっている。世界最強に正面から警官隊だ。ただで死ねると思うなよ。メディアといい、発砲といい、強い連中は容赦ないな。俺をなんだと思っているんだ。娘は守るくせに俺にはバリアを張らないどころか、意味もなく蹴り飛ばしやがって。メディアか、すまないが俺も運んでくれないか。君と白鵬に骨折られてうまく動けないんだ。まあ、頼む。このままだと俺がまた利用されるぞ。俺の怪我、全部味方側からつけられたんだよな。もうどっちが味方かわからないな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。